今年の浜松祭りで松本潤さんが子どもたちにポケットマネーで差し入れをしたオリジナル弁当について一般販売が検討されていましたが、浜松市の仕出し弁当店は販売を見送ることを決めました。過去最高の人出となった今年の浜松祭りを盛り上げた松本潤さん。こちらは松本さんが監修し、騎馬武者行列に参加する子どもたちにポケットマネーで差し入れしたオリジナル弁当です。地元食材の魅力を子どもたちに知ってもらおうと、うなぎや三ヶ日牛、しらすなどが使われています。これを作った仕出し弁当店筑仙には、県内外から一般販売を求める声が200件以上寄せられました。しかし筑仙は販売を見送ることを決めたということです。今回のお弁当につきましては、どうしても松本潤さんのやっぱりこのパレードに参加していただける子どもたちのための特別なお弁当ということで、それはやっぱり尊重させてもらって、今回断念をしたわけなんですけど、松本さんの思いを尊重した筑仙の木又社長は、オリジナル弁当に限らず、今後も地元の食材をふんだんに使い、魅力を発信していきたいと話しました。